はい、皆さんこんばんは。毎週金曜夜9時は波動上げ上げないとということで、今週もね、張り切って行ってみたいと思います。天の声さんこんばんはです。こんばんは、波動上げ上げないとよろしくお願いします。いや、はいはいね、今週もね頑張って行ってみたいですね。そうですね、もうね12月に入る形でもう終わりますね、うん、すね、今年もね、はい、あっという間って言いながらいつもなんか年末って結局師走の末の末までバタバタしてますよね。なんか ね何かと遅れがちというか、 なんでですかね、忙しい、やっぱり忙しいんですかね。12月はね、12月はね忙しいですよ、やっぱり。何が忙しいのかって、なんかね、やっぱイベントがね、こうクリスマスとか、ああそういうことか。お正月の準備もしなくちゃいけないし、はいはい、クリスマスもあるし、だからあと大掃除みたいなこととか、はい、まあ、何かと年末のイベント的なところが入ってくるから、まあ通常の業務もあったりして、はいはい、その分が忙しいっていうことなんですかね。そう、あと忘年会とか新年会っていう言葉があるじゃないですか。 あれ、うん、よくないですよね。なるほど。だそこに普段にそのプラスアルファでそういうの入れちゃうんですよね。なるほどね。そういう時期だから忘年会やらないとか、うん、やろうかとか、そういう予定も入ってくるから、はい、昼は仕事で夜は忘年会、週末はなんかプレゼント買いに行ったりイベントの準備したりしてクリスマスを迎えて、はい、またなんか食事に行ったりして年末大掃除やってお正月を迎えるみたいな。ああ、そうですね。そういうので忙しいのか。ね、なんかね、うん、昔から師走は師も走るって書きますよね。なんかそうなんですよね。なんなのかなっていうのはね、まあちょっとこうよくよく考えてみるとよくわかんないなと思ってたんですけど、まあイベント的にちょっとそのやっぱり年末年始っていうところが忙しいのかもしれないですね。なんかね、大晦日は外に行って結構ね、いろんなたくさん人がいるところでこうね、ハッピーニューイヤーってこうやりたがる人とかも多いじゃないですか。東京ドームでライブでとか、うんうん、やっぱり、ね、そういえばイベントとか、だからなんか人が集まるところに行って自分も楽しみたいなっていう考えの人が多いと思うので、うん、そういう予定をね、やっぱこうどんどんなんとか神社に行くとか、やっぱ神社もすごいじゃないですか、人が、うんうんうん、そうだ、そういう、そうですね、やっぱ寂しいんでしょうね。その 最初と最後はこうね大事だみたいなね、そこをこうやっぱりこう楽しくしたいなっていう気持ちでこう人のいるところにこうみんな出かけてったりとか、そういうので今忙しかったりとか、まあね、普段ね、こうやっぱり長期休暇じゃないですか、この世の中っていうのは。そこにやっぱりね、普段とは違うね、こうリラックスしながらもこう楽しい思いをしたいという気持ちがそこにね、日本全体、まあ世界全体溢れてるんじゃないかなっていうのは思いますけどね。なるほどですね、はい、うんうん、まあ、そんな感じなのかな、やっぱりね、うん、新年を迎えるからなんかちょっとワクワクしてというか、なんかいい年にしたいから何かしら準備にこう奔走するみたいな、まあ、そんなこともあるのかな。あと、うん、こうなんか年が変わるとなんか気持ち的にリフレッシュしたような気持ちになって、うんうん、はい、まあ、まあね、今年悪かったら来年は良くするぞとか、まあね、うん、去年悪かったら、まあ今年はこそは、ちょっと、このやるぞって、なんか意気込みというか、そういうなんか、ね、なんかやる気にさせますよね。そうですね。だからまあ一年ね、やっぱり振り返ってみるとね、まあいろんなことがやっぱりありますからね。それでまあいいこと悪いこと、まあ特にあんまり良くないことがね、結構こうたくさんあった人は余計次の年こそ良くしたいなんていうふうに思ってね、なんか準備一生懸命して、で、いい年になっていけば一番いいですよね。確かにね。そうですね。まあプロ野球選手なんかね、今シーズンはとか、こう、一年ごとにこうシーズンでね、こう分けるの分かりやすいなと思うんですけど、うんうん、もう今年、うん、今シーズンこそはもう、ね、三冠を取るぞとか、うん、今シーズンの目標はみたいなね、こう分かりやすいと思いますんで、まあ、みんな、誰しも ね。契約更改とかね、なんか年俸がアップしたの、ダウンしたのとかでね、はい、やっぱり一年の評価をなんかまともに見させられるというか、
なんかね、まあ、納得いかない、いくはまた別にして、はい、ね、自分の働きが、まあ、チームに貢献すれば、ね、年俸も上がるでしょうし、まあ、ちょうど契約更改なんていうのはまさに自分の1年を振り返りたくなくても振り返させられるっていうね、なんかそういう感じがありますよね。だからね、こう12月はこう今年1年頑張った、ね、評価っていうような、うん、まあ、そんなだからこう流れがやっぱプロ野球の選手もそうなんですけど、まあ、一人一人がそういうなんか認識っていうかね、そういうのはやっぱ、ね、ありますよね。今年振り返って、よくね、振り返ってどうだったかとかね、そういうのはありますけどね。うん、まあ、いろいろね、やっぱりありますよね。なんか、そうそうそう、すごい忙しい時は、まあ、忙しいし、まあ、でも、忙しくないより忙しい方が良くないですか、なんかね、いろんな意味で。そうですね、やっぱり 何もしないと何も生まれないじゃないですか。なんかやることないんですよっていうなんか一日が一ヶ月間続いて、それがなんか何ヶ月も続いてたらちょっと気が狂いそうな感じしますけどね。そうですね、まあ、バランスだとは思うんですけど、まあ、ずっと忙しすぎて休むのと、うん、ずっと休んでる人のその休みは全然意味が違いますからずっと休んでる休みはちょっと辛そうですけどね。逆にそうですよね。だから何かしらねやった方がまあ人生的には楽しいとは思いますけどね。だからまあそうですよね、なんかいろいろ、まあ今年はそうですね、僕もあんまりなんだろう、最近後半はちょっとね外にはあんまり行かなかったんですけど、まあ前半イベント結構ねやってきましたから、やっぱり外に行ってなんか新しい人たちとねいろいろ会ったりとか、まあしてた前半、まあ夏ぐらいまでですね、特に精力的にちょっとね活動してましたけど、まあなんかそういうのもそれはそれでやっぱ楽しいですね。そうですね、やっぱいろいろ経験するってことはね楽しいし、まあそれがね、うん、やっぱ疲れてしまうっていうのも正直あると思いますんで、そうですね。で秋以降だとね、やっぱりそう、まあ、先週の、ね、放送でもお話ししましたけど、そのやっぱり講座のスケジュールが入ってくるんで、はい、9月、10月、11月みたいなところは、もうその週はそれみたいなね、はい、そういう感じで、大体その3ヶ月ぐらいの動きが決まっちゃうっていうところがあるので、はい、まあ、そういう部分も含めて、なんか、ありますよね。ちなみに、決まるっていう。そうですよね。でまあ今年の振り返りをして反省も、まあ、いいところもちゃんと自分で見直して、で来年目標を立てるとか、そういうことをはやっぱりした方がいいんですかね、もし時間があった時に、ね、した方がいいでしょうね。はいはいはい、なんかそうした方がいいですよ、やっぱりそういうタイミングでね、まあ一番いいのはやっぱり 年内っていうか年末までにやって、来年はこういうふうにいくぞみたいな、やっぱりこう振り返りと計画みたいのはね、まあ一番いい時期なんじゃないですかね。ちょうど年末の一区切りっていうところでね、新しい年を迎えますからね。そうですね、まあ1年単位でね見れますからね、それがね。そうそう、まあ、そういう時じゃないとこうね、普段ね見直さない人が多いじゃないですか。まあ普段なかなか忙しいとね、そこまでできないですよね。そういうのにやっぱり時間を費やした方がいいですよね、本当はね。費やした方がいいでしょうね。結構ね、まあ、休みとか言っても本当に休んじゃったりとか、遊び行っちゃったりとかするので、そういう見直し的な自分の人生計画っていうのを立てる機会っていうのは本当にないかなとは、ちょっと最近感じてて。なんかね、そういう時はね、やっぱりほら、普段の場所にいて、普段の生活してると、どうしてもね、まあ、プライベートの生活の普通のルーチンの朝から晩までの、ね、流れ、まあ、家族がある人だったらね、それはまあ、ご飯食べてお風呂入って寝るみたいなのとかね、だんだんとか、まあ、いろいろそういうのもあるでしょうけれど、あと仕事してる人は、その、職場との行き帰りとか、はい、まあ、ルーチンってね、やっぱりあると、なんかそこに紐づいていろんなことがやっぱり出てくるんですよね。あ、これやらなきゃとか、急にこの仕事が入ってきたとか、なんかそういうね、で家族のなんか関連の用事が急遽入ってきたとかね、はい、まあ、いろんなことがこうあったりするので、なんかね、まあ僕がいいなと思うのはやっぱりたまにですよ。たまにっていうか、その一年の反省振り返りをするときとか、はい、そういうときは、やっぱりね、いいホテル。
高級な。なるほど、うんうんうん。ここはケチらないでお金かけても、はい、うん。まあ別にね、一泊100万のスイートルームじゃなくてもいいと思うんですけど、はい、まあちょっといつも泊まらないだろうっていうレベルぐらいの、ちょっと上級な部屋を2、3日借りて、そこにね、一人過ごしてみるっていうのはすごくいいと思いますよね。そうなんですね。まあそれをやることによって、こう、うん、高い意識で考えられたりとか、気持ちよく。そうそう。はい。うん、で、いいものをちょっと食べてみたり、まあ別に一人でもいいと思うんですけど、僕時折やるんですけど、一人でフレンチレストランとか行って、一人フレンチとか食べたりするでしょ、はい、はいはい。で、まあ話す相手がいないとね、正直退屈っていうかなんか、行きにくいんですよ、レストランとか。ああ、なるほど、ね。行きにくいんだけど、はい、この2泊3日は、一人で自分と向き合う時間だから、そこで、いいホテルに泊まって、いいものを食べて、窓辺に映る自分と対話するぐらいの感じですよね。人がいるとどうしても、はい、この間のこれどうだったねとか、今度ここ行かないとか、うん、来年どんな風に、どんな年にするとか、いろんな話が出てきちゃうんで、一人だとね、自分が思ったことしか思わないんですよ。まあまあそうですよ。一人ですからね。相手が喋ったことっていうのが入ってこないんで、はい、そう、自分一人でね、自分と向き合えるんですよね。まあ、お酒好きな人はお酒ね、ちょっと飲んでもよし、まあ、飲まないなら飲まないでもよし、まあ、そういう感じでね、自分自身と向き合って、まあ、何にも頭の中浮かんでこなくても、ぼーっと夜空から夜景とかを見下ろして、うん、来年一年どう生きるとかね、例えばだけど、なんかそんなことをね、こう、ぼーっと考えてみるっていう時間、はいはいはい、うん、これってね、ルーチンのほら家族の何か何とかとか、うん、あとその仕事上の何とかとか、うん、急な連絡とかね、まあもちろんスマホもこう消しちゃうとかね、パソコンも持ち込まないとか、そこまでできればまあ最高だとは思うんですけど、できるだけいつもの情報をシャットダウンしてね、そういう空間に身を置いてみるのってすごいいいと思いますね。そうですね、うん、今の、ね、時代スマートフォンっていう邪魔な、ね、うん、こう誘惑がすごい、ね、そそらえるものがありますからね。あれ良くないですね。まあ、便利なんですけどね、便利なんですけど、やっぱり、ね、うん、そういう、ね、2、3日こもるっていう時にはやっぱり、ね、ちょっと邪魔な存在にはなっちゃいますよね。だからやっぱりその一回そのデジタルをシャットアウトするっていうね、はいはいはい、まあ、そういう感じで自分自身と向き合うときに、なんか余分なメッセージとかね、余分な LINE とかね、ちょいちょい来るとまた引き戻されるんですよね。だから、はいはい、まあ、そういうのは、まあ、その2泊3日だけはこう例えば見ないようにして、うん、なんかこう自分と向き合う、でどう生きるのかとか、何をするのかとか、うん、逆に何をやめるのかとか、うん、いろんなこと、うん、何かしらこう考えていく、そういう時間を持つっていうのは、やっぱり環境を作るっていうのはとっても大事かなと思いますね。確かにね、まあ、自分自身がね、本当にやりたいことに向き合える時間ですからね、そういう時間を作るっていうのは、うん、そうなんですよね。だからそのね、やっぱり一人で考える時間ってね、とっても大事だと思うんですよ。なんかちょっとブログの記事を書くとか SNS を更新するとかっていうことよりも、もっと本質的な自分の人生について向かい合うとか、来年1年間の自分のビジョンを明確にするとか、うん、なんかね、目先のことに流されないなんか時間の使い方をやっぱりやっていくっていうことがとても大事かなというふうには思いますね。デコさんもじゃあ過去にそういうね、ちょっと羽を伸ばした、ホテルとかで 2,3 日こもって、そういうビジョンとかね、うんうん、思いとかを、ね、整える、まあ、整理する時間とか、そういうのも、うん、まあ、何度か経験されたということなんですかね。そうですね、やっぱりホテル、行くことが多かったですね。あ、なるほどね。年末行けないときは1月に、ね、はい、今まで冬休みとか言ってたときに、冬休みだからこそ、ほら年末スケジュール入っちゃって冬休みはイベント入れてないんで、はい、そこで1月にね、もう3泊4日で行っちゃうとか、うん、まあ、もちろん一人でね、はい、行って、で、そこでレストランに行って、なんかぼーっと、なんか一人で全部完結する、
はい、そのコンビニ行ったりするとかっていう、そういう普段の細々したスーパーに買い物に行くとかじゃなくて、食事はレストランで完結する、部屋に帰ったら掃除はもう完結している、あと寝るだけみたいなで、やることないっていうね、こういう空間絶対作った方がいいですね。あ、なるほどね。やっぱそれをやるかやらないかで、その自分自身の未来っていうのは確実に変わってきますよね。あ、変わってくるんじゃないかなと思いますよね。はいはいはい。やっぱりそれだけやってるっていうことは、この意識とか決意とかそういうのがもう強くなるってことですよね、うん、自分 の心のなな中身っていうのが。そうですね、まあそれもそうですけど、あとはやっぱりなんだろう、自分の人生について向き合うとか、来年1年どうするなんていうことすら考えないで、ただ元旦が来たからとりあえず初詣行こうぜって言って、なんかね、10円か100円か神社に行ってすごい行列並んでパンパンってやって帰ってくるっていうんだけど、それは本当に必要なのかなっていうね。まあ、初詣を別に否定するわけじゃないんですけど、はいはいはい、それよりも自分が来年1年どう生きるかっていうところに自分が向き合う数日間の方が多分大事なんじゃないかなって思いますよね。まあ、そうですね、まあ、初詣ではね、結構、まあ、他力本願じゃないですけどね。そうそう、うん、神様お願いじゃないけど、うん、なんか1年いい年でありますようにっていうけど、はい、自分が何するかあんまりそこで考えてないですもんね。コミットしてないっていうか。そう、うん、まあ、具体的じゃないですもんね。うん、健康で過ごせますように、家族が幸せでありますようにってやるんだけど、じゃあ自分は自分の人生において残りの1年間一体何をしに行って、何をやって、どこまでやって、どうコミットするんだっていうね、それに対して、そういうことってね、多分その神社参拝とかでは起こらないはずなんですよ。はい、うん、確かに。なので、まあ、うん、やっぱり自分と向き合う時間っていうのを取るっていうことが必要かなと思いますよね。だいぶあのね、2、3日ね、とにかくその取られるということだったんですけども、うん、結構ね、あの2、3日だとだいぶ長くね、そういうふうに自分に向き合えるかなと思うんですけど、適正な、まあ、うん、時間もね、まあ違うとは思うんですけど、2、3日もあればもうだいぶまとまるような感じですかね、うん、その。まあ人によるんでしょうけどね、まあ忙しさももちろんあるでしょうし、長くなれば長くなるほど予算的にもね、あの膨らむでしょうから、はい、まあお財布事情とかね、考えながら、はい、まあ適切なところでいいんじゃないかなと思いますよね。ちょっと遠くに足を伸ばして、例えば沖縄3泊4日とかでなんかね、小島のホテルに泊まってもいいでしょうし、うん、都心だったらまたちょっとね、リッツカールトンとか、まあすごいいいんだけど、やっぱり高いから、まあそれなりに2泊ぐらいでもいいでしょうし、1泊だとね、なんかチェックインして翌朝チェックアウトだとか、これ考える時間ないんで、まあ、中1日は絶対ね、はい、置いた方がいいと思うんですよ。そうですよね、うん、はいはい、そう、朝から晩まで1人で過ごすっていう時間はやっぱり大事なんで、最低2泊はねした方がいいと思うんですけど、あとはもうご予算に応じてランクとかね。でもこの予算をね、ケチってなんかもういつも言ってるようなランクにしない方が絶対いいんですよね、はい、そこがポイント、うん、なんかポイントっぽいですよね、今回は。そう、だから通常体験しない価値を体験するって、まあ、その金額ってやっぱりその価値に対する報酬というか、なんかね、価値に払うわけですから、はい、なんかね、その空間、まあ、接客もそうだし、料理の質もそうだし、お部屋の空間もそうだし、まあそこでね、まあいろいろ得られるもの、うん、そういうもので、普段泊まってるホテルなんていうのはいつだって泊まってるわけなんで、そこで得られるものはぶっちゃけそんなにないはずなんですよ。はい。いつも得てるんでね。はい。だから違うところ、行ったことない、まあちょっといいところとか、まあ街から離れてね、リゾートの一日一組しか、予約入れませんみたいなところとかね。うん、まあそういったところ一人で予約できるかどうかはちょっとわかりませんけど、なんかそういうところもあるわけですよ。なんか離れみたいな、はいはい、お宿とかね。うん、まあやっぱりシティホテル、ビジネスホテルはやめた方がいいですね。シティホテルのちょっといいところの、はい、まあやっぱり最低でも30平米、40平米ぐらいのお部屋。はいはい、がいいですよね。なるほどね、うん。もっと広いに越したことないですけどね。まあ、はいはい、予算の関係ももちろんあるんで、一泊ね、15万とか20万とかになると、さすがにちょっと高いなっていうのもあるでしょうけれども、はい、でもそれはそれで、
そのセレブになった感じとか、VIP になった感じの体験価値をそこで手に入れるっていうことでもあるんですよね。だから、成功した体験、成功した時に自分が泊まってるホテルだったり、成功した後に自分が受け取っている、その価値だったり、食べているだろう食事だったり、そういうものを前もって手に入れて体験するっていうこともね、そこには含まれているので、はい、なんかやっぱりそういうちょっとリッチな、うん、普段は払わないけどっていう金額をあえて出してやってみるのってすごい効果的だと思いますよ。まあ、そういう意識の中で生み出される発想だとかモチベーションっていうのはね、うん、普段泊まってるホテルで考える結果よりもやっぱりこうもうちょっと意識の高い、考え方にはなってるでしょうね、うん、そうですよね。だから自分がやっぱりそういうあのところにいるっていう体験をするっていうのも大事だと思うんですよね。はい、うん、よくあのね、普段ね、うん、家と会社の行き帰りとか、はいはい、ね、大体なんかどっかでなんか何食べてるか大体変わらないじゃないですか。似たようなコンビニに行ってね、なんか買ったりとか、そうですね、はい、ね、パーキングに車止めてとかね、うん、なんか駅まで走って電車乗ってとか、なんか会社行ってとか、なんかね、時間気にして電車乗ってとかね、なんかそういうのじゃなくて、ほら、時間に追われない、人に追われない、気にしなくていい、自分の中だけのラグジュアリーな時間、うん、やっぱりそれを体験するのってすごいいいんじゃないかなと思いますよね。はいはいはい、そうですね、まあ、贅沢に言えばね、こう1年に1度はね、それはやりたいなとは思いますけどね。うん、本当本当、だから1年に1回とか2回とかだから、それはそれでいいんですよ。1年間働いてきたご褒美じゃないけど、はい、ね、自分に対して、それを、今度自己投資ですからね、うん、自分に対して投資するっていうことで、一泊例えば5万とか10万のホテル泊まっても自分に対する投資なんで、ね、それすらできないっていう人は自分に価値がないっていうふうに認めてるっていうことですからね。そうですよね、うん、そうそう、自己投資なんでね、自分に対してお金をかけられないっていうことだったら結局なんかいいものは作れないなって感じしますけどね。ね、他の人に投資するのはちょっと嫌かもしれないですけど、自分だったらね、自分に返ってくるわけじゃないですか。そうそう、本当そうですよ。だったら全然そこはね、自分自身の問題なんで、うん、かけても、だからお金の使い方ってね、すごい大事だって言いますけど、うん、ね、こう使い方が悪いと結構ね、悪いし、そういう自己投資とかっていうのはすごいいい使い方の方に入るじゃないですか。そうですね、だから絶対やった方がいいです。本当ですよね。まあね、無駄遣いじゃないですもん。だってこれ無駄遣いじゃなくて投資なんで、はい、うん、そう、お金の使い方って投資か消費か浪費ですよね。で、浪費っていうのはもう本当しょうもないもの買っちゃうとか、無駄遣いを浪費っていうんですけど、消費っていうのは普段の生活のための必要な衣食住とか、まあ、電気代とか、まあ、最低限必要なものですよね。どうしても払わなきゃいけないもの、はい、で、投資っていうのはやっぱりそれ以上の価値を生んで自分にリターンが返ってくるものが投資なんで、はい、うん、今言ったその例えばいいホテルに2泊3日泊まるとか、ちょっと高いホテル代だけどそれを出すっていうのは、これ無駄遣いではなくて、要するに浪費じゃなくて投資なんですよ。はいはいはい、だからこの浪費か投資かっていうところ、うん、それをやっぱり考えていくと、投資はどんどんした方がいいですね。なんか、はい、ね、変な、なんか金融物でなんかね、その投資してなんかっていうことではなくて、自己投資。自己投資に、やっぱりそのお金とか、まあ時間もそうですけど、ホテルにそのいいとこ泊まるなんていうのは、2泊3日っていう時間も自分に投資してるし、まあホテル代っていうお金も自分に対する投資ですよね。だから、はい、まあ、価値があるもの何かって言ったらお金と時間だっていうふうには言いますけど、そのお金も自分に対して投資して、時間も自分に対して投資するっていう意味では、もう最高の自己投資なんですよね。だからこれを浪費だって思っちゃう人は、ね、うん、そもそもの考え方が投資っていう考え方がないから、はい、ほら、普段投資してるものも自分の中に返ってこないんですよ、リターンが。はいはい、無駄遣いだって、そんなの無駄遣いじゃんとか、もったいないよね、なんて思う人っていうのは、その自分に対する投資のリターンっていう、投資をしないからリターンもないから、結局うまくいかないよねとか、なんか愚痴になってっちゃうっていうかね。はい、うん、はいはいはい、そうするとまた使うお金が本来投資のものなの、投資なのに、なんか浪費に思えちゃうからやめとこうとか、もったいないとか。はい、うん、
でももったいないとかじゃなくて、やっぱりね、投資は投資なんで、未来のリターンを生んでくるものだから、絶対やった方がいいっていうね、ここがわかるかどうかっていうとこじゃないかなって、なんとなく思いました。そうですね。まあそのね、まず第一のハードルとしてはね、やっぱお金もかかるし、時間もかかるから、うん、それを浪費と捉える人も結構多いと思うんですよ、実際の話。うん、だって一人で考えるんだったら自分家でいいじゃないとか、近くのカフェ行けばいいじゃんっていう風な人も、まあ多々多いと思うんですよね。で、それはまあ、浪費かもしんないし、まあ投資かもしんないけど、まあ、ね、浪費かもしんない。まあ、そこは人それぞれですけど、やっぱりそこのね、投資脳っていうかね、投資と考えられる、その、ね、考え方が理解できないと、これはちょっと難しいのかもしれないですね。うん、そう。だから、必ずすべての人が、なんかね、一流ホテルに泊まって時間を作った方がいいっていうわけでもなくて、だから別にカフェでいい人はカフェでいいんですよ。だってそれ以上のこと考えられないんだから、はい、うん、自分の考えられる中での最高の自己投資をすればいいんだけど、そもそも投資っていうか、自己投資っていう考え方がないと、ね、リターンを得るっていうことをあんまりやっぱり考えられなくなっちゃうんで、普段やってることではなくて、ちょっとそこから飛び出してみるっていうやっぱり意識が大事かなっていうことも含めて、その自己投資なんですよね。で、はいはい、普段流されちゃう、その仕事の中とか普段の生活にやっぱり流されちゃうから考える時間が持てないんですよっていうところからこう話が始まっているとすると、考える時間を持つんだったら特別な時に時間を取った方がいいですよ、じゃあどこで時間取るんだってなったら、ちょっとそういう誰も何にも言ってこないような特別な時、特別な場所っていうもので、少し自分が例えば成功した後に手に入れてるかもしれない、そういうリッチな体験もしてみるっていうのも、まあ一つの案としてはいいんじゃないですかっていうことなので、全ての人にね必ずやった方がいいとも言わないですよね。だから別にスタバの隅っこでそれが自己投資だって言われる方は、そこに例えば3日間いて、そこで考えればいいんじゃないかなというふうに思いますけど、3日はちょっと止まらせてはくれないと思うんですけど、まあ3時間でも5時間でも、なんか自分の時間をぼーっと持つっていうね、まあそういったことでもいいんじゃないかなと思います。まあ人にもよるとは思いますけどね、そもそもが考え方の話なんで。そうですよね。ただでもね、日常と変わらない場所に いるのと、普段と違う景色を見るのとではやっぱり感覚も違うし、意識も当然変わってくると思うので、うん、そうですね、発想とかもね、やっぱりね、当然変わってくるので、その未来の、まあ、リターンがね、当然変わってくるんじゃないかなっていうのはやっぱり感じますけどね。そうですよね。だからまあ、今年もシャスタ行きましたけど、まあ、去年はイタリア、その前はエジプトとかね、なんで海外に行ってその演奏活動をしたりとか、まあ、リトリートやったりするかっていうと、やっぱり見聞が広がるからですよね。だから自分もなんか、はい、ああ、また行ってみてやっぱり良かったなとか、うん、なんか日本の中だけじゃなくて地球規模でこうやって移動してみるっていうことも、飛行機に乗ったらもう着いちゃいますからね、10分か、10分で着いちゃう、10時間とかね、そう乗ってたら着いちゃうわけなんで、はい、もう行けちゃうんですよ。でも行けないっていう意識とか、海外は遠いからとか、英語が大変だからとか、あとお金も高いからとかっていうことで、ね、なんか制限つけちゃうっていうケースが結構あって、はい、この制限がね、やっぱり一番くせ者なんですよね、はいはいはい、自分にはできないっていうふうに思っちゃうので、だから一流ホテルの例えばその今言ったような自分と向き合う時間なんていうのももったいないとかね、うん、でもそれは思っちゃうんだけど、それはその価値観なんでね、もうその人その人の価値観とか考え方までは変えられないんですよ。だから、はい、まあこの話を聞いて、あ、そういうやり方もあるのか、いいな、行ってみよう、一回やってみようって思ってチャレンジされる方はチャレンジされたらいいかなって、うん、思いますよね。僕はそれがとてもいいことだ、いい時間、いいお金の使い方だと思うので、まあそういうお話もねしたんですけど、でも人によってその解釈っていうか考え方は人それぞれなので、うん、全ての人に強制的にやった方がいいですよっていうふうに言うつもりもないですね。まあ一度ね、だからまあね、こう騙されたわけじゃないんですけどね、一度こう騙されたと思ってやってもらって、うん、そこでね、あ、全然違うなって思う人もね、多くいると思いますんで、うん、まあね、一度やるぐらいだったらね、いいと思いますし、まあ、うん、結局自分がね、そのお金でいい思いをしてると思いますんで、うん、そこは損ではない、まあね、投資と言わなくても損では絶対ないので、
ね、そうなんですよね。そうそうそう。だからね、結局あの、うん、頭の中のお金の使い方の価値観なんですよ。だから結局いい部屋に泊まった方が、あのほら、もうお金のこと考えないで、いい部屋に泊まった方がいいですか、いつもの自分の部屋での方がいいですか、2泊するんだったらどっちがいいですかって、絶対ホテルの方がいいはずなんですよ。で、いつものなんかね、コンビニのものを食べてるとか、なんかファストフード食べてるのと、ホテルのフレンチのとか中華とか、ホテルのレストランで好きなもの、お金関係なく、別に請求されることなく食べれたらどっちがいいですかって言ったら、絶対ホテルで食べた方がいいって思うと思うし、はい、だから結局ね、最終的にお金の制限がそこについてくるんですよ、無意識に。あ、そうですね。だから、うん、あ、それはって思っちゃうんだけど、お金のこと考えないで、そのホテルに泊まってレストランで食べるのどうですかって言ったら、それやってみたいですよってね、本音では多分言う人が多いと思うんですよね。そう、もちろんそうですね。その本音、自分の本音を大切にするっていうことがとってもいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。なるほどね。その本音の中からまたね、いいアイディアとかね、うん、いい未来が自分で描ける可能性が高いっていうことですよね。そうですね。はい。はい、ということでね、まあ今日はちょっと年末も近いぞということでね、年末ギリギリだとまたね、過ぎちゃったっていうことになるので、年末はあと1ヶ月残してこういう話をしつつ、はい、ね、徐々に年の瀬を迎えていくっていうのもいいんじゃないかなということでね、お話をさせていただきました。ということで今日もね、最後までお聞きいただきましてありがとうございました。また来週、ね、金曜夜9時にお会いしましょう。ではバイバイ。